那覇市議会の久高智博前議長は、那覇市が所有する土地の売買の取りまとめを期待した男性から、おととし議長室で現金5000万円を受け取ったことを認め、今月議長職を辞任しました。これを受け那覇市議会は、議員の地位や影響力を使った議員自身や特定の人物への利益誘導を防ぐため、必要な措置を定める政治倫理条例が必要だとして、条例案を審査する特別委員会の設置を全会一致で可決しました。議員らはこれまで政治倫理に関する取り組みが不十分だったと反省を口にした上で、再発防止への取り組みは急務だとして、次の6月定例会までの条例施行を目指し審査するとしています。